I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta 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 keep the flame on. ここかっこいい。やば。はい、ということで、あのジョーカーさんに来ていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。これあのジョーカーさんと僕で、コラボして共同で作った、マキタのバッテリーで動かせるっていう電動スケボーになります。そうですね。もう本当にもう9割ぐらいジョーカーさんにお願いして、僕の方ではこの 3D プリンターでこの側だけ作ったっていう。いや、ガをね、ちょっといい感じにね、仕上げてもらったんでね、僕としてはね、すごい嬉しいんですよ。2日ぐらいで作っちゃいましたよね、トータル。そうですね、まあ、ちょっとハイパー系のモーターあったやつをちょっと使わせてもらったんですけど、ーモーター2つ、デュアルモーターで、これあのハブモーターっていうんですけど、を、使って、コントローラーちょっともう見えないんですけど、あの結構パワフルなスペックに耐えられるコントローラーを入れてます。からの、やっぱこの何がやっぱ難しかったかっていうと、このマキタのこの部品を探すのは難しくて、今あるあのそこにマキタのあの工具からばらせばいいんですけど、まあそれもったいないなと思って、ジャンク品をちょっとあのメルカリから探してですね、でこいつをまあ単純にコントローラーとあの電源のつないでですね、ヒューズも30アンペアのヒューズがついてたんで、まあ、そのまま使えば30アンペア以上流れた時にあの遮断されるから、このバッテリー保護にもなるなと思って、ちょっとこれつけてやってみますか。いいですか。ちょっとやってみてください。いいですか、はい、いきますよ。かっこよくないですか。ちょっとじゃあ電源入れてみたいと思います。ここまあポチッと押すと電源入ります。で、このまま動かすと一気にガー進んじゃうんで、ちょっとひっくり返しますね。はい、ひっくり返して、はい、じゃあこっちにリモコンの電源入れます、はい、リモコンがまあここで電源入るんですけど、これで電源をですね、はい、で、このリモコンなんですけど、はい、前にも進むし後ろにも進むのと、はい、あと速度調整できるのと、はい、ブレーキの強さもまあ調整できてる。あ、そうなんですね、はい、じゃあまずはローからいきます。まあ、ローこんな感じで、速度的には今あの時速9キロって出てますね。すげえ、9キロ、時速9キロ。これがミディアム、いきなり音変わるんですけど、ミディアムでいきなり21キロ。おお、21。はい。まあこれが実際には負荷かかるんでちょっと速度落ちるんですけど、あの負荷かけてない状態で今時速21キロって表示ですね。で、はい、はいってモードがあります。これで34キロ。34キロすでに。で、さらにハイプラスっていうのがあって、これをただもっとハイパワーにしていくと40キロとか、まあ50キロとか、速すぎると逆に危険なので、一旦このぐらいで。で、あとは、まあ、ブレーキの調整もできるんで、こう加速していって、すぐ止まる。ちょっと負荷がかかって、これブレーキレベル4ですね。はい、映ってるから。で、じゃあブレーキレベル1にしてみますか。これ1なんですけど、ちょっと遅いですよ。なるほど。ブレーキのかかりが。一応これ乗らなくてもこんな感じで無人で動きます。で、バックも戻ってくるみたいな。これで物運べるじゃないですか。物運びますね。ちょっとした行ったり来たりが。じゃあちょっと乗ってみますか。お願いします。で、乗るときにあのこのブレーキをかけながらこう乗ると、あのこれロックがかかってるんで乗りやすいです。普通のスケボーをやったことない人でも。で、ロックを解除して単純にこうまず加速、ゆっくりここのリモコンをこうゆっくりかすごい。で、ブレーキで、逆も今度逆のスイッチに切り替えてもう一回加速ってやるとこう戻る。今これロー、これあの ミドルでミディアムで、あのゆっくりリモコンを動かしてます。ここの動かし方が重要で、ここをいかに
こうゆっくり動かすか、これを早く動かすとグッてくるんで、ここをゆっくり動かす感じですね。ゆっくり動かすとこう、ここのさじ加減ですね。で慣れてくるとガンガンスピード出していくて、でこの 36V でどのくらいまでできるのかっていうのがちょっと楽しみですよね。はい、僕も乗らせてもらって。あ、ぜひぜひ。ちょっと自分怖いんでローにしてもらっていいですか。ローは、はい、そこを何回か押して L って出たら、あ、それでロー。あ、これロー。はい、それでロー。でこれをこうやればいいんですよね。でバックは、あ、そうそうそう。なるほど。すげえなこれ。いや、ちょっとやってみます。すげえこれ。そうそう、そういう感じ。うわ、すごっ。でバックがこう、うわうわ、これすげえ。これじゃあちょっと広いところ、ローラースケートとかスケボーできるパークがあるんで、そこ行ってちょっとやってみますか。あ、行きましょう。にしてもジョーカーさん晴れ男ですね。いや、来ましたね。来ましたね。めっちゃ、さっきまで朝すげえ雨降ってたんですよ。いや、めっちゃ降ってましたね。昨日の夜とはやばかった、ね。そうなんですよ。宇宙兄弟のやっぱ名シーンの、名言シーンを思い出す。人生も、こうなんか晴れだったり、なんか雨だったり、雷がこうみたいな時もあれば、みたいな。学生の時、宇宙工学、そうですね、やってたんですよ。アメリカの方で。すごいな。いや、だから今もう本当、はあ、やっぱ空飛ぶ、はあ、乗り物とか出てきてるんで、はあ、そっちもやっていきたいし、はあ、宇宙系もやっていきたいんですよ。あ、もう それがそもそもの目標というか。そうですね。あれ、ラスベガスも行きましたもんね。行きましたね。ついてって。あの時もやばかった。お邪魔して。あれもう2年前ですか。ちょうどコロナ始まる前、ね、直前でしたもんね。直前でしたね。でやっぱ独特の雰囲気というか、すごくありました、ね、出店してましたもんね。出店してましたね。そういえば車変えたんすね。変えましたね。はい、車、ランクル、ランクルですね。調子いいっすか。いや、ランクルやっぱりいいっすね。パワフルですね。いや、わさびさん、めっちゃいい天気ですよ。これ自家用車。自家用車ですね。はい、ということで、このスケボーのできるところへ来ました。来ました。ここでちょっと乗ってみましょう。行きましょう。ゆっくり、最初はゆっくり加速してください。わー、ほんとだ。あー、これは怖い。ちょっと待って、これ。いや、確かにこれすげえ速い。めちゃめちゃ速いっす。やばいでしょ、それ。ちょっとこれ、やばいよね。ちょっと待ってください。ブレーキをマイルドにできます。いや、ブレーキね、それ一番マイルドなんですよ。これがピーキーすぎる、これ。もっとね、急なやつしかないんですよ。あ、グッと止まるってことですか。さらにグッと止まっちゃうんで。これマックス出せないかもしんねえ、これ怖くて。ね、出せないと思う。もうちょっと直線が このスペック的に、はい、ボードの長さが長いだったりとか、もうちょっとボードが柔らかいとかなんですよ。なるほど。それを無理やりスケボーに合わせてるんで。そういうことか。ピーキーすぎるカスタムなんですね、これは。ピーキーすぎるカスタム。けど加速やばかった、ね。いや、すごいっすね。ここのエリアだと表現できない。これはもう日本向けというよりも、海外アウトバーンみたいな。そうっすね。
これ。ブレーキ。いやもうターンするときもうアクセル離してますもんね。余力だけで。そうそうそう。じゃないと無理。あここでアクセル吹かそうものなら多分吹っ飛ばされちゃいますね。うん、いやこれはすごい。これ 2.5 アンペアなんですね。 2.5 アンペア 2.5 アンペアのバッテリーえ、まだ2メモリ残ってるよね、これ嘘え燃費いいですね、これあ、だいぶいいね、まあ路面が良かったのもあるけど確かにまあそれにしても、はあ、結構全然いけてるじゃあちょっとここで、うん、これじゃあちょっと付け替えてみます。付け替えてみましょう。この 2.5 アンペアを倍の5アンペアはちょっとサイズがやばくないこれ。サイズ見てこれ。ビジュアル的にもでかいですね。いや、ごつい。2倍以上あるでしょこれ。ちょっとじゃあちょっとそれ装着してもらって。ガシャって。あ、いいっすね。ガシャってなった。これいいですね。これいいね。これいい感じだったな。うん、これでじゃあちょっと乗ってみましょう。はい、満タンでじゃあちょっと。ここを、さっき測ったら1周だいたい110メートル。はい。だったのでちょっと何周できるのかやってみたいと思います。いきます。はい、今だいたい時速15キロぐらい。15で。はい、これで今ここ100周しました。なので、11キロか。ちょっとこれでバッテリーどう、どんなものなのか。どうバッテリーちょっと待ってくれちょっと待って、これ4分の3って感じですね。おお、ちょっと今回はこの辺にしときますか。そしてですねちょっとだから20キロはもう確実にいくと。こっちにも、バッテリーの残量出るんですけど、さっきこう点滅してたんで、はい、まあ、あの半分になるかならないかぐらいだと思うんですけど、でもまだあの一目盛りしか減ってないと11キロ走ってってことは20キロ行くし、ひょっとしたら30キロ行く、まあ、僕の体重でやってたんで。そうかそうか、30キロも行きますね、ひょっとしたら。あ、じゃあジョーカーさん的には30キロ行くポテンシャルは、うん、全然ありますね5アンペアはしかも全然バッテリー熱くないですよね。バッテリー全然熱くないし、モーターもまあ18キロで時速18キロ走ってたんで、はい、まあ、それもあるんですけど、まあ、それ考慮しても全然 OK ですね。本当だ、ほんのりあったかい程度ですよね、うん、しかもずっと走ってたから確かにノンストップで。ノンストップでしたもんね。そう、ノンストップで風で冷やされて冷やされて空冷でこれ、まあ、しかもやっぱちょうどこう間に入るんで、はい、全然気にならないという。ああ、確かに、ね、あんまり邪魔にならないですよね。そうこれでもし30キロ走ったとして、うん、もう一個5アンペア、いやいや60キロでこれで5 10 15 19アンペア、100キロはこれで走れちゃいますよね。100キロ走れちゃうんで、うん、アメリカ横断とかワンチャンあるかもしれないいや今日はやばいっすねなんすかこれ。これ速度が3段階あって、はい、6キロ、10キロ、15キロみたいな。こう乗ると動き出すんですけど、うわすげえ速っ速え。わすごい。降りると止まるし、足をつま先を浮かせると止まる。へえ。乗せると動くって。面白い。わ。スキーみたいな。スキーみたいな。
どうやるんでしたっけ。単純に足乗っけて、つま先をどっちか上げると止まる。あ、速いモードなんで気をつけてください。むずっ。お、あうわ、やべやべ、怖っ。これはなんていう乗り物ですか。これウォーカーですね。ウォーカー、歩く車って書いてウォーカー。あ、ウォークカーみたいな、はい、ウォーカー。はい、ということで、今回、はい、マキタの、うん、40V のバッテリー仕様の電動スケボーをこう作ってみて、なんとか走行させてみました。そうですね、なんとかっていうか普通にできちゃいましたね。全然いけましたね。もう快適すぎて一回もトラブルはなかったですね。なかったですね。あの、うん、強いて言えば、うん、この部分ハウジングがちょっとひび入っちゃって途中でこう急遽直したんですけど、これはちょっと自分がこれ PLA っていう素材とかして 3D プリンターでやったんだけど、強度的にちょっとあまり強くなかったんで、これ ABS とかでやってればもっと強い、全然壊れないものができたと思います。 ABS で密度上げれば全然いいかなと。完璧ですね、うん、だから全然使えるは使えますね。あとはもう本当今のこのちょっとモーターのとコントローラーのそのピーキーな感じの、あの加速減速をもうちょっとマイルドにしていけばいいかなっていうところで、ちょっとあの設定がスポーツカーみたいなスポーツ仕様になっちゃってたんで、うんクイックに発進してクイックに止まるっていう感じだったんで、ちょっと乗るとき難しかったんですけど、うん、それ以外はそこもあの制御で、まあ、なんとかなるかなと。そうですね。で、あの排気ガスも今回もうゼロで、ゼロです。ゼロエミッションでしたね。静かすぎましたね。静かすぎて逆にね、あの路面の振動を拾ってなんかちょっと振動を受けてたんで、はい、この辺の振動吸収とかうまくやるともうさらに快適になるから、ね、これあのこういう乗り物と違って、うん、あの足で操作するから、うん、余計なものがついてないっていう、うん、壊れにくいですよね、うん、本当ただ、ね、シンプルモーター回してるだけっていう感じなんで、そうなかなか壊れづらいんですよね、こういったもの、ね、うん、で今回はこの5アンペア の全部試そうと思ったんですけど、あの途中で断念したんですけど、この4分の2で、何キロ走れたんですか。11キロ。11キロ、11キロは走れちゃいました。110メーターを100回回りました。100回頑張って2人で体重差はありますけど、そうですね、それでもまあ半分残ってるんで、で、さっきもちょっと言ったんだけど、ここにあるバッテリーを駆使すれば、うん、まあ、100キロ以上は走れるんじゃないかなと。そうですね。でこれバッテリーが優秀ってのもあって、うん、全然熱を持たなかったんですよね。そうですね。それすごかったです、ね、やっぱりあのこのアダプターのところにあの30アンペア の, あ の, そのヒューズの取り付けだったんですけど、電流とか多分電あのコントロールしてこれが完全に熱くならないようにとかっていうのは設計してあると思うんで、さすがマキタさんのバッテリーだなっていうところですね。今回は 40V だったんだけど、うん、こういった 80V 仕様のやつとかもやろうと思えば、そうですね、そいつダブルでなんかうまくくっつけてってやればやったらモンスター系のやつが多分できちゃうなって。それイコール多分これ進化させていくと本当にあのパーソナルモビリティのガチなやつ結構作れちゃうんじゃないかっていうあの可能性をやっぱ感じましたね。もう普通に車とかできそうですもんね。全然できると思います、ね、この延長でいけば、はい、まあ今回はこの電動スケボーを作って、うん、これ売り出すとかもう全然そういうことじゃなくて、うん、このバッテリーで、まあ、こういったことをやったらっていうこの可能性を今回試してみて、うん、まあ、かなり大成功だったと。そうですね、やっぱり、結構通常の電動スケボーだとそのバッテリー終わっちゃった時 の,、うん、あの充電だとか、まあ、取り外せるやつが、まあ、あんまりなかったりするんですけど、これは、まあ、あの電動アシスト自転車とかその電動キックボードに入れるんですけど、バッテリーをもうワンタッチでガシャンって取り外して交換できるっていうのはやっぱかなりメリット大きいなっていうふうに、うん、簡単ですもんね、うん、なんかネジ外して交換とかっていうのはたまに見かけたりもするんだけど、うん、こういったタイプのって意外とないんですよね。そうですね。今回はこの電動スケボーだったんだけど、うん、なんか農業用のなんか物を運んだりとか、うん、なんかこう遠隔操作のできる、うん、なんかそういうの農業とかで使えないかなっていうのは個人的にはちょっと、あ、全然いけると思いますね。本当にじゃあこのスケボーが他 の, そのリアカーだったり何だったりみたいにただ変わるだけなんで、かなりやっぱ可能性は、うん、やっぱ自分でやっぱこういう乗り物を
簡単に作れちゃう時代だな。そうですね。これを、うん、なんかそのカーシェアリングじゃないですけど、うん、この電動の乗り物シェアリングで、うん、このバッテリーをシェアして、あ、確かにね、バッテリー持っててね、はい、うん、でこれ1個1日いくらみたいな、あ、そうですね、今1日とか1回いくら で、うん、でのなんかなくなっちゃったから、うん、お店行って充電してみたいな、交換してみたいな、ね、とか、うん、なんかそういったシェアリングとか、そうですね、まあ、日本ではちょっと難しいと思うんですよね、いろいろ。だけどあのアメリカとか行って、アメリカとかすごいじゃないですか、電動スケボー。だ逆にその海外でこれが先に流行っちゃったりするのが嫌だなと思って、日本のメーカーとかでもっとガンガンこれで海外攻めていくと結構面白いなっていう感じがします。ちょっと牧田さんとか日本の工具メーカーさんとかにぜひ頑張っていただいて。そうですね、まあ、もちろんじゃあのバッテリーもあの固体電池だとかいろんな多分種類が出てくるんで、なかなかその統一するの難しいですけど、やっぱ、まあ、ポテンシャルを感じるかな、はい、あとはこれでアメリカ縦断アメリカ縦断ね、多分いけると思うんですよ。だってこれがこれだけあってバッグの中これ入れといて、これ交換しながらいけるわけですよね。アメリカ横断するのって何キロぐらいあったんでしたっけ。あ、さっき調べたら4000から6000、4000から6000、じゃ真ん中取って5000だとしても、じゃあ365日とかでやって、例えば割ったりするとどれだ、13とか4とかですかね、はい、キロじゃないですか、1日走れば、1日10キロだったら余裕ですもんね。1日そのくらい走れば1年でいけるわけじゃないですかいや、ポテンシャル高いなみたいなちょっとクラウドファンディングで、クラウドファンディングやりますかいや、ちょっとやって、これもしこの動画が100万回再生やったら、じゃあアメリカ横断ちょっと行きますか。これでアメリカ横断やってみたいなみたいな人いたらね、あ、そうですね、コメント欄にね、コメント欄に連絡いただければ、はい、で、はい、ちょっと今回あのジョーカーさんにあのご協力いただいて、はい、これ作ることができたんですけど、ジョーカーさんちょっと概要欄にリンク貼っとくんですけど、いろいろやられてるので、はい、こういう電動の、まあ、パーソナルモビリティいろいろ取り扱って、はい、あの作るところから売るところまで、まあ、軽井沢にお店出したりとかも含めて、はい、いろいろ今後もやっていくのでぜひよろしくお願いします、はい、ちょっとリンクあの概要欄に貼ってあるんで、気になった方はぜひちょっとコンタクトを取ってみてください。お願いします。ということで、今回はマキタのバッテリーで動かせる電動スケボーを作って乗ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。